皆さんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長県のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売長県レディオ2022年を締めくくる今回は船月各地主任研究員にお話を伺います船月さんよろしくお願いい致しますさて本日のテーマは国会の憲法審査会で議論されている憲法改正ということですが ちょうど1年前も船月さんに同じテーマでお話ししてもらいましたよねそうですね1年ぶりですねはい1年前はひょっとすると憲法論議が動き出すかもしれないというお話でした 野球に例えるとこれまでは豪速球投手の立憲民主党代表の枝野幸男さんの直球に対してぶんぶんバットを振り回す自民党総裁の安倍晋三さんや菅義偉さんのバットがかすりもしなかったのが投手が枝野さんから南東タイプの泉健太さんに代わって自民党もコツコツ当てていくミート打法の岸田文雄さんが打席に立ったことでひょっとするといい当たりが出るかもしれない。 というようなお話だったと思います。要するに両者議論が噛み合うかもしれないと。そうですね、はいえー。よく覚えていてくださいました。さて、そして一年が経ちました。どうなりましたでしょうか。はい、えー。多少手前味噌が入るかもしれませんけれども、結構読みが的中したのではないかと思っているんですね。はい、というのもその今年一年間、通常国会と臨時国会がありましたけれども、衆議院の憲法審査会は合計二十二回。 参議院の憲法審査会の方は10回開かれたんですね、これ、去年を見ますと衆議院が8回、参議院が9回で、おととしは衆議院が8回、参議院はたった3回だけでしたので、今年は近年ではまれに見る頻繁な開催だったと思っています私もあの時間があるときはなるべく国会まで足を運んで傍聴していたんですけれども、まあ、会期中はほとんど毎週開かれているという感じでした。 で特にその通常国会の方ではでは、ね、これまでその予算委員会の開催中は、憲法審査会についてはやらないという、まあ、謎ルールがあったんですけれども、うん、まあこうした慣習ならぬ、まあ、悪兵も破られましてです、ね、早い段階から審議が行われたというのは、国民からまあ議論する負託を受けた国会議員ですので、まあ、当たり前かもしれませんけれども、まあ、画期的なことだったと思ってますなるほど、なぜ今年はこれだけ憲法審査会を開けたんですか。はい まあよく言われるのはです、ね、ロシアのウクライナ侵略ですよね、はい、これで国民の憲法に対する関心が非常に高まりましたし、まあ、そんな中で国会議員が憲法論議をサボっているようでは、さすがに罰が悪いという空気はあったんじゃないかなと思います、うん、ただ、一つ事実としての指摘できるのは、ウクライナの侵略開始というのは2月24日でして、その前から憲法審査会は開催が始まっていたということなんですよね。 つまり、ウクライナだけでなく、もともと別の原因があったということですかそうなんです、でこれ、あの冒頭のお話にもあったことなんですけれども、まあ、自民党もあまり強引にやろうとはしない、で一方、立憲民主党側もまあ拒否せずに議論には応じるという、まあ、多少のその姿勢の歩み寄りが、審査会のメンバーの議員たちの間で見られたからこそ、開き続けられたということなんですね。はい まあもちろんその立憲民主党の態度の変化の裏にはその枝野代表時代に進めていたその共産党との選挙協力がまあ去年の衆院選で頓挫しましてまあ憲法論議には応じるなとその迫ってくるその共産党にも配慮する必要がなくなったというまあいわばその政治力学の変化もあるとは思います、はい。 一方でその自民党の執行部もそのあまりその総理とか党幹部が声高に憲法改正をやれやれと言わなくなったことでえまあ与野党の,その憲法審査会のメンバーたちがですね静かな環境の中でまあ信頼関係を一定程度築いていくことができたということがあると思います。あとウクライナ以外にもですね実は論点がありましてえまあそれが例えばその新型コロナウイルスの感染症とその憲法上の緊急事態 といったものだったんですねでそんなこともあってまあ議論を迫られたというまあテーマの面からの必然性もあったようには思います最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしていますさて前半は 今年は国会の憲法審査会がここ数年の中ではかなりのハイペースで開かれたというお話でしたが具体的にはどんな話し合いが行われたんでしょうかただ言いっぱなしということですと何回も開かれてもあまり意味がないような気もしますがそうですよね、えー、まあ大きな論点としては通常国会で秋の臨時国会、まあ、それぞれ一つずつあったと思います。はい 通常国会の方で議論したテーマは、えーまあ、憲法ではその3分の1以上の議員が出席しないと議事を開けないと書いてあるわけなんですがこれだけコロナが問題になったので感染症といった際はです、ね、物理的に議場で出席しなくても、まあ、オンラインでも会議をやれば出席とみなすということを、まあ、現行憲法は許容しているというふうに解釈してもよいのかどうかという話でした、はい、一方その臨時国会の方ではですね えまあ憲法にはその議員の任期についてです、ね、衆議院は4年、参議院は6年と数字が明記されているわけなんですけれどもこれがもしあの任期満了直前ですとかあるいは衆議院の解散後にです、ねまあ、東日本大震災のような大災害が起きてもし選挙をやれなくなってしまったら議員がいない状態が続いてしまうので、えー、まあそういう場合は任期延長が認められるように憲法を改正すべきではないかという、まあ、ざっとそういうあの論点でした。はい オンライン出席の方はですね、まあ、これ結局、憲法改正は必要ないと、えー、まあ現憲法はそのオンラインでも出席と認めていると解釈できるというまあ結論になったわけなんですけれども。 そのまあ、審査会としてです、ね、まあ、そういう見解を報告書にまとめて議長に提出したということをやりまして、それ、これまでになかったことだったんですよね、まあ、もちろんこれ、あの法律などがです、ね、その憲法に適合するかどうかということを決める権限を持っているはこれ、あくまで最高裁ですから、まあ、国会じゃないわけなんですけれども、まあ、国会、まあ、国権の最高機関がです、ねまあ、こうした判断をまあ示したというのは、いわばその有権解釈としての権威を持つと思います。 ですので、まあ、今回のことが先例となって、ですね今後、これ以外の論点でも、まあ、同じような報告書という形のまとめを、まあ、審査会が作るという可能性は、まあ、十分あるんじゃないかなと見てるんですよねもう一つ、議員任期のどうはどうこれはですねちょっと中途半端なところで、今年は終わってしまったんですけれども、えーまあ、各会派がまあ意見を出し合ったのを受けてですね、 えー、衆議院憲法審査会の事務局の方でですね各会派の主張、まあ、一覧表にして公表したんですよね、はい、でそれを見てみますと、まあ、自民公明維新国民それにあの有志の会というところを含むその計5会派ですねでこれがその議員任期延長のための憲法改正は必要だというふうに考えているということが分かってですね これに対してその必要ないと言っているその立憲民主党共産党と比べればですね明らかに多数派だということがまあ明確になったんですよね、うん。これ詳しくはですね読売新聞オンラインの調査研究のページのですね記事論考というところにですねあのコラムを写真付きでアップしておきました概要欄にリンクを貼っておきますので中身にご興味のある方はぜひそちらを見ていただければと思います。はい ただあの、臨時国会はです、ね、結局、会期の延長もされませんでしたので、今年の議論はここまでということになりまして、これを受けて本当に改正にまで進めていくのかどうかというのは、まあ、来年以降、考えていくということになるんだと思いますなるほど、この問題、議員任期をいざという時には延長できるように憲法を改正しておかないと。 南海トラフ大地震などが起きたときに、議員がいなくなりかねないわけですから、ぜひ今のうちに対応してもらいたいですよね、いよいよ憲法改正じゃないですか、まあ、そう思っている国会議員や有識者が少なくないというのも事実だとは思うんですね、でこれ、もともとはその亡くなりましたけれども、法務大臣なんかを務められた安岡桶春さんという自民党の政治家が訴えていた論点でして、私もこれはやらなくてはいけないテーマだと考えてはいます。 でただ、まあ、実際これで憲法改正までいくかとなるとですねやはり簡単ではないとまあ,あの少なくともハードルがあのいくつかあるだろうとは思ってるんですよね、はい、でまずその憲法にはそのいざという時のためにですね参議院の緊急集会という規定もあるんですね、はい、でこれ基本的にその衆議院が解散された時に緊急の必要があるならば参議院だけでも決められるという規定なんですけれども これでもなんとか済むんじゃないかという考え方もあるわけなんです。うん、えー、万々が一その、まあ、衆参同時選挙となってですね。で、その際に大地震が起きたということがあったとしてもですね。参議院議員の半分は残っていますから、定速数のその3分の1というのは満たすんですよね。で、実際その政府交換と話していますとですね。えー、ま、参議院の緊急集会があるから、憲法改正までは必要ないよという方もいるんですよね。うん もちろんその憲法改正をその発議するのは政府ではなくて、あくまで国会の方ですから、これ、きちんと国会の場で,ですね論点を煮詰めていってほしいと思っているわけです、はい、であと、国会議員たちがです、ね、その自分の任期を延長できる規定を憲法改正までしてやるのはまあお手漏れのように見られないかどうかということですとか、うん、あとまあ憲法改正のテーマとしてはちょっと小さすぎるとかです、ね、まあ、いろんな意見があります。 憲法学者で、まあ、有力な方の間でもです、ねえー、議員任期延長のための,その憲法改正は必要ないという意見もかなり強くありましてで仮にこれからの国会で専門家の参考人質疑などをやることになればです、ね、賛否はかなり割れるんじゃないかなと思うんですよね。うん、なるほど結局 岸田さんは民投打法が実って、コツコツと当たるようになってきたけれど、実際、まだホームランはおろか、ヒットも出ていないといったところでしょうかまあ、そう言われても、否定はでできないですよね、うんまあ、自民党などの推進派はです、ね、まあ、一打一打、まあ、憲法改正案となりそうな論点を打ち出してくるわけなんですけれども、まあ、その都度内野ゴロで裁かれてアウトみたいな、まあ、そんな状態が続いているのかなと感じますよね。うん もちろん打ち続けているうちにはですね、その三遊感を抜けたりとか、コテンヒットでもですね、何か出る可能性はありますから、うん、未来のことは分かりませんし、まあ、来年の審査会をまた注目していきたいと思っています。はい、分かりました。船月さんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。読売朝券レディオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります。2023年もどうぞお楽しみに。 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました